はい皆さんこんにちはこんばんはここんチャンネルのショーが今日はまたまた値上げに対してのお話をいたしますよろしくお願いします値上げのお話以外のお話をしてくれというねあのー、コメントをたくさんいただきました、えー、引き続き値上げの話をさせていただきますははは <laughs> いやーもうね、そんな言うこと聞くわけないじゃない、そんなのね。<laughs> まあ、何、卵と言ってんの、わけのわかんないことね。話すの私の自由なんですけどね。あの、嫌だったら聞かなきゃいいんだけど、わけわかんない、文句言うんじゃないですよね。で、まあまあまあ、値上げの話なんですけれども、あのー、うんまあ、いろいろ考えてね、まあ、これから、あのー、う、確率的にね、あの、いろいろ計算したりなんかして、いや、これから困ることになりますね。 で、今、値上げでアップアップしてる人、文句言ってる人、怒ってる人、まあ、やっていけないね、もうね。なぜかって言ったら、だってまだあの、何回も言いますけど、日本の値上げって、値上げ時刻が100だとしたら、まだ15ぐらいなんですよ。15から、ま、言っても20だね。品物によって違いますけど、20は超えてないですよ。たかが20ぐらいの値上げでね、いや、もう無理だとか、生活していけないとか、生活が困窮してるとかに、ね、やっていけないとかね。いや、情けないね、だけどね。もうそんなので、 いやいや、それだったらもう無理じゃない。来年の4月になったらもう全員無理だよ。そうやって言ってる人は。もうどうにもなんないね。走りも棒にも引っかかんない。だから気合い入れないといけないね。本当に。あの、今限界でね、もう無理だとか言ってる人、これからなんだもんだって。値上げってこれからなんですよ。10月1日からガン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 と上がっていくんですよ。まあ、あの、2024年の4月には、何もかもが今の2倍にはなってるよ。最低。どんなものも。 もう鉛筆一本、スプーン一本、ね、箸一本。いや、箸一本か押していないな。箸二本か。ね、一前だね。それも倍になってる。値段は。お菓子だろうが何だろうが全部倍。だからそれで、まあ50ぐらいかな。値上げのひどいの百100だとしたら、まだ来年の3月、4月で50、60ぐらいですよ。で、来年の、まあ、夏に向かって100に向かっていくってことですよね。 で、何が値上がっていくかって言ったら、やっぱりまあ、あの、エネルギーですよね。電気代、ガス料金、水道料金。まあ、あの、あとは、まあ、ガソリン代だよね。灯油とかね、まあ。そういう生活に最低限いるものは上がっていきます。まあ、その中でしっかりやっていかなきゃいけないんだけど、いや、きついのはね、家賃が上がってしまうことですよ。家賃は上がりますよ。で、これはね、あのー、マンションでも、アパートでも、 新しければ新しいほど家賃の値上がり幅はすごいよ。なぜかというと、新しいっていうことは、例えば築3年以内、4年以内だったり、5年以内だったりすると、まだその管理会社なり、大屋さんなり、そのマンションを建てた、管理しているね、所有している会社なり人は、ローンを払い終わってないんだよね。銀行から借りた、返済。で、金利上がってしまうから、来年ね。 で、上がったところで、いっぱい返さなきゃいけないじゃない。で、その分、家賃に乗せてくるんだよね。だから、大きく乗せないといけない。おそらくは、あの、大幅に値上げしていくんですよ。あの、金利が上がるからね。家賃を大幅値上げしていくので、ちょっと驚く額になりますよ、これは。あの、現にね、あの、カナダでね、あの、女の子の姉妹が、あの、住んでるマンションが、まあ、2500ドルって、まあ、 30万ぐらいなのかな ?30 万35万とかそんなもんじゃないですかカナダドルでね。まあそれがもう100万超えた値上がりになっちゃってね。9500ドルって書いてあったかなあの今の為替で円安で計算すると、まあ、140万ぐらいになっちゃうんですよね。だからやっていけないんですよ。もう全然。でもカナダ全部がそうじゃないですよ。それはオーバーな話ですから。あのそういう家主もいるよというちょっとトップレベルだよね。 いや、だけどね、倍ぐらいにはなってんの。本当に。倍ぐらいの請求来てるとこいっぱいある。だから30万の家賃だったら60万とか50万ぐらいは普通だね。カナダで。これイギリスでもそうだから。だから家賃が2、30万のところは4 50万になっちゃってる。倍ぐらい。だから今家賃が日本でね、15万のところはもう30万覚悟だよね。来年の夏までに。まあなるでしょほぼ。あの、新しくも新しいほどローンがあるので金利が上がるとそうなってしまう。 古くて管理会社になり大屋がね、もうローン払い終わりましたよと。ただマンションボロボロですよと。それはね、そんなに上がんない。ただ修繕費とか必要だから、まあ、多少上がるけど、まあそういうところはもうローンも返しちゃったんで倍にはならないね。まあだけど上がりますよ。どっちにしてもね。修繕費、積立金とかね。あの、賃貸でも大屋さんは積,積立しなきゃいけないから、家賃だけだとちょっと足りないなってことになるので、多少は上げますよ。 だけど、ま、古い方が値上がりはしないってことですよ。金利関係ないからね、上がってもね。まあ、だから新しいマンションであればあるほど、今は住み心地がいいけど、逆に、あの、もう負担が増える。経済的に。必ずね。うん、だからそれが、ま、いいか悪いかっていうことになっちゃうね。だから、あの、新しくていいとこ入ったのに安いねって言って、今は嬉しくて、1、2年前はね、引っ越した時は良かったねってなってるかもしれないけれども、まあ、それが、 あの、逆に、命取りになる場合が出てくるってことですね。可能性がね。あの、絶対そうなるとは言ってないですよ。あ、まあ、だけど、まあ、まあ、外国、イギリス、カナダとか、まあ、見てると、まあ、そうなっていく可能性高いってことですね。割合が高い。だから、まあ、なっていくでしょう。これはね。で、その中で、どういうふうに、まあ、自分の経済状況を個人的にね、やっていくか、これを乗り越えていくかっていうのは、 まあ誰かが助けてくれるわけでもないですしね。あの、自分で乗り越えていかなきゃいけないんですよ。で、これに文句をいっぱい吐き出して言ってる人は、ツイッター、まあ、X っていうのは、X ツイッターとかいう名前にしようとか書いてありましたけど、あの人、わけわかんないね。あの、イーロンだっけノーロンだっけカーロン？ねあの、ボスねあの、ツイッターにするとか、ツイッターじゃなくて X にするとか、今度は X ツイッターにするとか、なんでもう迷い道に入っちゃってるのよね。迷っちゃってるね。いろいろね。 なんでこう、ピタッと決めないんだろうわけわかわけ。占いかなんかやってんのかな <laughs> 占い師かなんかに相談してんのかなで、占いで、うーんとか言って、これだとか言って、おおそうですかじゃあ、それにしますとか言って、またく次の占いで、うん、やっぱりこれだとか言って、そうやってんのかなよくわかんないけど、変わりすぎだよねなんかね。もうちょっとこう、しっかりしないのかなねえ。まあ、だけど、まあまあまあ、人のことはどうでもいいんですけれども、 ま、とにかくね、まあ、ツイッターを見てもですよ。ね、X って言うんですかツイッター X 見ても。いやー、まあ、文句だらけ、たらたらとね。うん、あのー、ふざけるなとかね。ふざけてないよ、みんな。あ <laughs> 真剣だよ。真剣だけど、値上げしないとやっていけないんですよ。だけど、まあ、あの、電力会社にね、黒字なんだからふざけるなっていう人いるけど、ふざけてないよ、全然。 あの、黒字の会社だってあるしね。黒字だから値上げしちゃいけないっていこともないしね。会社なんだもんだって。ね。まあ、個人のそこら辺のおっちゃんだって、ね。例えば、利用士やっててね。床屋経営してても、まあ、黒字だって値上げするでしょいややっぱりな、黒字だけどもうちょっと値上げしてかないと来月心配だなと思ってね。も、ま、う、あ、全然、そういうところのおっちゃんに黒字だから値上げするなとか言う普通言わないよね。 うんしょうがないじゃんだって、そんなのね。個人の勝手だもんね。だからそんなのに文句を言ってるんだったら、まあ自分でエネルギー使って自分のことをやった方がいいですよね。あの怒ってる人って、まあ大概だらしない人だよね。自分のことをきちんとちゃんとやってないもんね。本当に。でもこれ言うとねいや、俺やってるよ、俺一生懸命生きてるよとか言う人いっぱいいるの。ね。 一生懸命生きてるんだったら文句言わないで頑張れ、医者そんなね。人に文句言ってないでね。なんで人に文句言ったら怒ったりするんだろう。ね噛みついたり。でもね、あの男でね、文句ばっかり言ったりそうやって言ってる人って、女にモテないよね。本当いや、モテてる、あの、俺モテてるよとか言う人いるんだけど、錯覚だね。あの、モテてるつもりでいるだけ。本当に好きじゃないよ、あなたのこと。はははは。 いや、本当に。やっぱりね、人間っていうのは中身見るからね。うん、だから今、まあこの人、うん、まあいいかな、この人でって思ってるけど、本当に、あの心からね、愛してもらって、あのいい人がいて、仲良くなって結婚するっていうことはないね。それは。あの文句ばっかり言ってる。あの、特にほら、なんか店員にね、あの、お店の人に文句言ってるじゃない、男の人で。上から目線で。 女の人大嫌いだもんね、そういう人ね。だけど自分ではなんかモテてるつもりで言ってね、あの自分はかっこいいだろうみたいなね。まあ、ダメだね。<laughs> もうそれ、自分でそう思い込んでるだけでだけど、<laughs> 本当に。裸の王様なんだよね、だけどね。まあしょうがないね、気がつかないんだもんね。しょうがないよね。まあ若いのかな何なんだろうね。わかんないけどね。まあまあ、あのー、いろんな人いますけれども、まあ勘違いで、勘違い王道を進んでる人いっぱいいますよ。 まあそういう人だらけだね、今ね。あの本当に地道に丁寧に生きてる人もいますよ。それはね。まあいい人ですよね。まあ女の人ね、あの、お金持ってるだけじゃないですよ。まあお金はないよりあった方がいいんだけど、相手の男性に求めるのって、やっぱりあの素直さといつも感謝の気持ちで生きてる人っていうのがいいですよ。素敵でね。でそういうおおらかな気持ちを持っている人を相手にして、あの、お付き合いして結婚するっていうのは一番いいですよ。あの、威張っててね、 なんでかわかんないけど、この人とでもなんか仲良くなっちゃって、あの、しょうがない、腐れ縁んかなとか言ってると、ろくなことないよ。さっさとやめた方がいいよ、そんなの。本当にね。あの、金金言ってる人ダメだよ。本当に。あの、お金金金金金言ってる人は絶対ダメ。うん、あの、まあ、わかんないんだよね。だけどね、恋愛してる最中はね、あの、お金お金言ってるけど、でも優しいところもあるもん。当たり前じゃん、人間なんだから。優しいところもあるって当たり前なんだよ、そんなの。 優しいところが全くなくてゼロの人もいるけど、あの、優しいところがあるっていうのは当たり前、そんなのね。あの、その普通、そんなの。あの、そこはその人間的にすごくいいっていうことじゃないんですよ。当たり前だから、そんなのね。優しいところのかけらもない人なんてもう、ダメだよね。ゴミだよ、そんな人ね。そんな人とは付き合っちゃいけないし、友達になっちゃいけないし、あの、そばに近寄っちゃダメだね。本当にね、人工衛星のように周り回ってるだけだったらいいけれどもね。 うん、まあ、いろんな人いますから気をつけてください。皆さんね。騙されちゃいますよ。本当にね。まあ、あの、本当に人の真髄を見てね、あ、この人だって言って、まあ、幸せをつかめる人って少ないんですよ。だからみんな離婚しちゃうじゃないですか。ねなかなか人を見る目を養っていくっていうのは難しいことだと思いますけれども、やっぱり相手の態度に出るからね、ちょっとでも態度が、えー、何この人って思ったら、あの、お付き合いしててね、何この人と一回でも思ったら絶対ダメだよ、結婚したら。 絶対うまくいかないから。何この人って、思う人と一緒にいられるわけないじゃん、20時間ね。<laughs> 何この人って思ったらもう、そう、一回で思ったらダメだよ。絶対に。ほんと、保証しますよ。あの、さっさとやめた方がいいね。別れた方がいいね。何この人って思う人と一緒にはやっていけない。絶対に。そう、だから、 あの、えー、でもこの人良くなっちゃうと私、え、次探すの大変なんだけど、そんなこと言ってる場合じゃない。次なんかどんどん探せば見つかるから大丈夫です。そんなのね。ね、自分の未来悲観しちゃいけないですよね。自分の未来は自分で明るく築いていく。切り開いていくのがいいですよ。ね、鉄則ですからね。まあまあ、あの、これから値上げがね、まあ、あの、大きく行われてるですよ。10月からね。まあ、ひっくり返るような値上げになるんですけど、 とりあえず、まあ、値上げっていうのは経済的なことじゃないですか。だから、節約&、節約プラスね、収入を何らかの形で増やす。それしかないんですよ。生き残る方法は。で、収入を増やすにあたって、やっぱり下げる人が横行してるんでね、やっぱり引っかかっちゃいけないですから、やっぱり地道な形で、ちゃんと自分の能力をね、あの、出して、自分の能力によって得られるお金を得るというのは一番いいですね。頑張って努力してね。 で、あの、コツコツ貯めていくんですよ。補っていくんですね、毎月ね。それが一番ベストですよ。で、あの、まあ、あの、支出を抑えるっていうのは、まあ、あの、実家に戻っちゃってもいいしね、あの、イギリスなんかみんな実家に戻ってる人いっぱいいますよ。やっていけなくて。だっていきなり家賃がね、来月から倍になりますって通知が来ても、払えないですよね。だって20万の家賃がいきなり40万になるって言っても収入が35万しかないんだから、もう無理じゃないですか。いや、そんなのいっぱい出てるのよ、本当に。 え、それってなんか違反なんじゃないですかっていう人いるけど、うん、あの法律上はね、あんまり認められてないけど、そんな関係ないですよ、そんなの。あの、もうね、大変なことになったら法律も何もそんな、あの、当たり前のような法律を振りかざす人いるけど、そんなのね、もうどうでもいいの。ガンガン攻めてくるから。だから、あの、別に弁護士雇って戦ったっていいんですよ。だけど、まあそんなには勝てないしね、弁護士領だって、 ねえ、あの、結構かかるしね、日本だってそうじゃないですか。そんなね、楽しくないしね、イライラするしね。で、勝ったからって言って、そんな大根のところで、またずっとそこで住むって、家賃上がらないでね、あの、多少上がるかもしれないけど、その請求量は低くなって、納得して、そこで住むって言っても、そんなとこ住みたくないでしょ、もそんななんか争ったようなところね。だから、まあ、 ま、実家に帰ってゆっくりするっていうのもいい,いんじゃないですかそれもね。悪くないじゃないですか全然ね。あの、いけないことをしてるわけじゃないんでね。あの、落ち着いて考えて、体制を立て直して、もう一度挑戦すればいいんですよ。時期がいい時にね、うん。だから、あの、自分のやれることを実家でコツコツやっててもいいしね。うん、だから、いろいろあるけれども、まあ、無理しちゃいけないね。うん、あとは自分の力が、まだそこまで到達してないっていうのが分かっているのに、 無理して背伸びしてそれをやるっていうのも、まあよくないよね。だからよくいるんですよ、お付き合いするときに。あの、女の子でも背伸びして、相手に合わせて、相手が大人だから頑張って合わせてって、やっぱり無理しちゃうから、長く続かないですよ、そんなのね。やっぱ自然体で受け入れてもらえるお付き合いっていうのは一番いいんですよ。本当にね。あの、肩の力が入らないでね。そのためには、やっぱり相手と会って緊張しちゃう気を使ってるっていうのは、まあダメだよね、そんなのね。 一緒にいて、ね、あの、付き合ってもう半年以上経つのに、気を使ってるって、もう全然ダメだよ気を使いっぱなしとかね。そんなの一緒に住めるわけないじゃないですか、そんなのね。そんなのさっさとやめちゃった方がいいですよ。あの、だって、いくらでもいるんだよ、相手なんか。世の中に。半分女で半分男だから。からどんどんやめちゃって、どんどん探せばいいんだよね。でもみんなしないよね、それをね。なんでなんだろうね、よくわかんないよね。次のチャンスがいつ来るかわかんないからとか言うけど、 チャンスなんか自分で作るんだから、どんどんあるに決まってんじゃん、そんなね。自分からどんどん切り開いていくんですよ。ね。だから、まあまあ、弱気にならないで強気になってどんどん進んでいくってのが一番いいですよ。弱気になったら切りがないよ、下向いちゃったらね。そう。まあでも、まあまあ、あのー、あんまり合わない。いや、こちょっと無理だろうな、と思いながらお付き合いしていくってのは、いや、絶対やめた方がいいよ、早くさっさと。だって、いつかやっぱりダメになるだろうな、と思いながら付き合っていくってバカみたいじゃないね。 その次元爆弾を抱えながら、いつか爆発するんだけど、持っていこうかなっていうのと同じでしょそんな人いるで <laughs>、いつか爆発するの分かってるんだけどえ、でもとりあえずポケットに入れとこうかなとかいうのね。ダメだよ、そんなのね。そうそう、潔くね、あの、本当に白黒はっきり決めて先に進んだ方がいいですよ。まあまあ、あの、すっきりね、あの、気持ちよく生きるっていうのが一番いいですよね。後腐れなくね。そうじゃないとね、 時間もったいないし、後悔するよ。先々ね。なんか事件に巻き込まれたりとかね、くだらないことに巻き込まれたりするんで。まあまあ、ダメだよ。ほんと、そんなのね。うん、だから相手の、例えば、あの、結婚するようになったっても、相手の親がしゃしゃり出てきてさ、ね。相手の親が、何々さんね。あなたが、どこの学校の出なのとか言ってね。いや、私、何々高校しか出ていません。とえ、高校、大学出てないのあ,あ、はい。え よくそれでうちの息子と、とかなんか言って、もうそんなダメだよ。さっさとやめてこいそんなバカみたいなことよ。それで、息子もそれをね、なんか同意したように、まあ母親あんな人間なんだよとか言ってね、擁護するような人間だったら、まあダメだ、そんなのね。そんな奴らと一緒に付き合っていく暇ないよだけど。そんなわけのわかんないね。ツンツンしてる奴とね。そんなどうでもいいんだよ。だってね。だって今の私を見てっていうことじゃないですか。ね今のあなたを見て、 一緒になるかどうかを、その相手の男性が決めりゃいいんだもんね。相手の母親なんかシャシャリ出てきた。関係ない、全然ね。本当に。応援すりゃいいんだよ。ただ黙ってね。そう。まあ、いろんな人、今文句しか言わない人いるんでね。いい年してもね。まあ、それがもう本当困るってことですよね。まあ、心配だから文句を言うっていう理屈を言う人もいるけど、心配だったら応援してあげるんだよね。本当に。声援応援が一番いいね。心配だったらね。うん、まあ、変な人に騙されないから変な女にって。 まあ、騙されたっていいじゃないの。一回、二回、騙されてごらんなさいよ。楽しいから。<laughs> いや、本当だよ。いいんだよ。それでも、人生そうやって強くなっていくんだよね。学んでいくの。ね。何にも騙されないでね。過保護になってね。もう本当カゴの中のひよこみたいに育ってったら、いい卵は産めないよ。<laughs> <laughs> 鶏か。ねまあ、本当に本当に。まあ、だけど、まあ、あの、そうやって揉まれながらってのは一番いいんですけれども、だけど、まあ、将来考えるとね、まあ、心配なんでしょう。ね。親はね。まあ、それはもうわかりますよ。それもね。まあ、だけど、まあ、余計な口出さないで応援してあげるってのはいいですよ。見守ってあげてね。で、大変なことになって崖から落ちそうになったら手を差し伸べてあげるっていうのはいいんじゃないですか。その、それぐらいでね。まあ、あとは、仲良くですよ。 感謝の気持ちを持ってお互い尊重して、年関係なくね、年下だろうが何だろうがね、仲良く尊重しながら、まあやっていくというのは一番いいですね。うん、まあでもそんなことを本当はやんなきゃいけないんだけれども、値上げがひどくて、神経がそっちにそがれちゃってね、値上げに。<laughs> いや、もうあの、イライラする人が多くなっちゃって、怖いですよ、歩いてても。買い物してても怖いね、今日もスーパー行ったけどみんな殺気立ってるもんね。 なんだろうあれはね。やっぱりなんか値段が高くなってるからみんななんかイライラしてんだね。あんまりいい状況じゃないね。世の中はほんと。なんかね、ちょっとした感じで、なんかイラッとした目して、目がきついんだよね、みんなね。レシートを見る目もきつい。今日ね、何人も痩せた女の人がいて、あの、前に並んでて、カゴいっぱい買って11,300円とか言われて、キッとしてたもんね。なんなのその値段って。 いや、あなたが買ったんでしょ、それ。<laughs> それ、人が買ったんだったらいいけど、あなたが買ったのに木っていう顔してね、睨みつけて、レジの女の人何やってんだ、この人と思いまして。あなたが買ってその値段なんだから、何なの、その高さっていう顔してね、睨んだんですよ。いやいや、スーパーのせいでもないしまして、そのね、レジで働いてらっしゃる方のせいでもないですよ。あなたがカゴに入れたんですか。<laughs> で、あのレシート何度も見かしてね、 で、あげくの果てに3回レシート見たら、そのレシートをなんかいらないから捨てるような、変な、なんかプラスチックの箱みたいに用意したじゃないですか、紙の箱とか。そこにね、くちゃくちゃにして投げ込んだの。来てるなと思いましたよ。<laughs> 来てます来てますミスターマリックだよね。来てるでしょ、かなり。<laughs> ねいやー来てるなぁと思って、ねえ、ニタニタして見てましたけど、実は私のことをね、 この男何にニタニタしてるんだっていう顔でやっぱり見慰つけられて、き <laughs> たきたこっちに止まっちゃいかと思いながら。いやー、いろんな人いますよ。本当にね。いや、だけどね、相対的にイライラしてますね。顔つきがきつくなってます。皆さんね。いやー、こんな時こそ心を柔らかくですよね。うん。いや、でもこういうことがあるから、あれかな。やっぱり男と女の人のお付き合いしてても、うまくいかなくなっちゃうんだよね。イライラしてるとね。 あの、相手にやっぱりそのイライラのマイナスの感情ぶつけるからね。よくないね。ぶつけてダメになるっていうのが多いですよ、今ね。まあ男も女も、両方ともね。うん、だからこんな時こそ人間の本性が出るよね。でもそれでぶつけてダメになるような間柄だったら、所詮もうダメなんだよね。どっちにしても。だからさっさとやめちゃって忘れて先進んだのにね、次行った方がいい。でもなかなかみんな次行かないよね。あの、のたのたしてて。<laughs> いや、本当に、先進みがいいじゃないね。なんでできないんだろう。スパッとやめて進んでみたらいいじゃん。楽しいよ。<laughs> 本当にね。まあ、あんまりいないのかな。そういう人ね。でも、その方が楽しくていいですよ。全然ね。うん、だから、本当に、あの、なんかに縛られてね、何か、ちょっと見えない糸みたいなものにね、がんじがらめにされて進めないってのもあるのかもしれないけれども、まあ、そんな糸振り切って全部ぶっちぎってね、 あの前に進んだ方が絶対いいですよ。一度しかないんですよ、人生。何回も言いますけど、みんなね、粉になっちゃうの。ね。粉。本当に、あの頭に輪っかつく前に一回粉になるからね。粉に。<laughs> 本当に。絶対なるでしょ、日本にいたら粉に。いやー、虚しいよ。自分が粉になったことを想像してごらんなさいよ。もうやってらんないでしょ。<laughs> ね、やってらんないよね。 うんだから何もかも終わりなんだから、やってらんないでしょねだからそうなる前に、ね、まだ心と体が元気なうちに、自由に自分の思ったように生きるっていうのは一番いいね。で、自分の能力をちゃんと発揮して、惜しみなく出して頑張るんですよ。それが一番いいですよね。だから我慢するって良くないですよね。だからまあ相手に対して、 え絶対この人じゃ無理私嫌だとかね。いや、俺はこの人は絶対嫌だなって思いながら、でも他にいないからな、寂しいからなって、とかそんなこと言ってないでさっさとやめた方がいいよ。そんな変な時間稼ぎみたいなね。自分が寂しいから長引かせるってよくないでしょもうきちっとやめて、寂しくなるからも何だろうが一人になって、ちょっと整理整頓して立て直して未来に進んでいって、またすぐ見つけりゃいいんだよ。そんなのね。本当に。それぐらいの勢いじゃないとダメだよ。いい人見つかんないしね。 とことんやっていくんですよ。とことん進んでいくの。どんどんね。そうしないとね、あの、今、10月から1日から値上げ始まりますけど、やっぱそれに対してもね、乗り越えてはいけないですよ。本当に。だって、そういう人って大概今もう参っちゃってるもんね。めまいがしちゃってるでしょ値上げで。今まだ、あの、本当何回も何十回も何百回も同じこと言いますけど、まだ15から20なの。日本って。これから値上げの幅が大きくなって、加速度的に値上げしていくの。 だから、まだまだ全然値上げ幅があるわけ。80ぐらい。これからなの。これから恐ろしい値上げが始まるの。これから始まるんだよ。まだ始まってないんで、準備運動なの、うん。だから今参っちゃってる人ってのはもうどうにもなんないよ。今参ってたら全然。やっぱ力出さないとね。そう。まあもう今参っちゃったなーっていう人もいるでしょ。 もう参っちゃう。準備運動で参っちゃってんで、体力ないよ、それ、先生。<laughs> 準備運動で参っちゃいけないよね。もっと基礎体力つけないと。これからなんだから、本当だよ。これ冗談でもなんでもないですよ。あの、10月以降わかるよ、冬に向かってって。いやー、来たなーと思うよ。うん、だからね、それ乗り越えていかなきゃいけないためには、やっぱ基礎体力つけなきゃいけない。気合い入れないとね。だからうじうじやってる場合じゃないよね。本当にね、気合い入れて、もう睨みつけて、未来に進まなきゃいけない。力入れて、足腰にね。 頑張んないと。もうそれしか方法はないね。うん、だから皆さんちょっとね、気持ち引き締めて、今のまんまじゃね、ちょっと見てるとね、危ないなっていう人ばっかり、もっと気合い入れないとダメだね。生き方にね。気合い入れて前に進んでいかないといけない。振り切ってね。どれぐらい自分が過去を振り切って前に進めるか、これ本当、あの、人間人生の勝負になりますよ。10月1日から。それぐらい大変。本当に。間違いなく。 うん、だからちょっと頑張りましょうね。今まで通りにはいかないよ。何もかも。今まで通りには進まない。ここで試されるね。人間の力がね、本当の。頑張りましょう。ね。頑張って乗り越えていきましょう。干渉的になってる場合じゃないよ。私はテレビ一分も見ないけど、テレビ見てね、いろんな記者会見とか見て、えええ,えとか泣いたり笑ったりね。干渉的になってる場合じゃない。そんなことどうでもいいよ。自分の生活に関係ないんだから。 とにかく進んでいかなきゃダメ。ね。計画して組み立てて力強くね。頑張りましょう。応援してますんでね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。